安売り合戦で消耗してきた飲料業界に空前の値上げラッシュが巻き起こっています。一部製品を対象に10月1日から希望小売価格を 6から20% 引き上げると発表しました。どうもこんにちは、東洋経済オンライン YouTube チャンネルリポーターの森永真彩です。東洋経済オンライン編集部長の竹政秀明です。チャンネル登録してご覧いただいている皆様、いつもご視聴ありがとうございます。本日の3つのポイントはこちらです。 1. 飲料業界に空前の値上げラッシュが巻き起こっています。 2. 業界トップのコカ・コーラ・ボトラーズ・ジャパンホールディングスと2位のサントリー食品などとの間で値上げの踏み込み具合に差が見られます。 3. 価格だけで比較されない付加価値の高い商品を生み出し、安売りの消耗戦から抜け出すことができるのかどうかが課題と言えそうです。というわけで今日は飲料メーカー空前値上げラッシュに漂う温度差をテーマにお届けします。安売り合戦で消耗してきた飲料業界に空前の値上げラッシュが巻き起こっています。竹政さん、飲料メーカー各社はどんな値上げを打ち出しているのでしょうか。はい、国内飲料2位のサントリー食品インターナショナルは一部製品を対象に10月1日から希望小売価格を 6から20% 引き上げると発表しました。はい、小型ペットボトルではですね、実に約24年ぶりの値上げとなります。そうなんですね。サントリー食品の動きに他社も続いているようですね。サントリー食品の値上げ表明以降ですね、アサヒ飲料、キリンビバレッジと伊藤園が席を切ったように値上げを発表しています。業界トップの動きを含めて今後の展開はどうなるのでしょうか。今後の展開をめぐっては一抹の不安が拭えないと言えますね。最大の要因は業界トップのコカ・コーラ・ボトラーズ・ジャパンホールディングスと2位のサントリー食品などとの間で値上げの踏み込み具合に差が見られるということなんですね。コカ・コーラはどのような値上げを発表していたのですか。コカ・コーラは今年2月業界で先陣を切って大型ペットボトル製品の値上げを発表しています。5月1日から出荷価格で 5から8% の値上げを実施しました。はい、ただコカ・コーラが値上げを発表した後の数ヶ月間の間に原料高が一段と進んだってこともあって、サントリー食品やアサヒ飲料の方が強気の値上げ幅を打ち出したっていう格好になってますね。値上げをするタイミングもずれていて、業界の足並みが揃っているとは言えない状況なのですね。コカ・コーラ以外のメーカーが値上げを行うっていうのは10月なんです。はい、同社にとっては2月の値上げ発表後すぐに他社も追随するっていう目算が狂った形になっているんですね。飲料メーカーにとって最大の書き入れ時ってなる夏場は、はい、唯一値上げを行っているコカ・コーラが一人負けになる可能性が否めないと言えます。コカ・コーラが再度の値上げを打ち出すことは考えられるのでしょうか。出荷最盛期に劣勢を強いられるという局面において再度の値上げを打ち出せばさらなる競争力低下につながり、かねません。なので値上げを先んじて実施したことで取引先との交渉などの面で再値上げの身動きが取りづらいという事情もあると言えますね。なるほど。一方で再度の値上げをしなかった場合はどのようになるのでしょうか。再度値上げを行わない限り10月以降は他社と比べて値上げ幅の小さいコカ・コーラが優位となる可能性が高いと言えますね。ただ原材料や物流費の高騰が足元でも続く中で2月発表の値上げ幅のままでは収益を確保するハードルが上がって諸刃の剣でもあります。飲料業界全体にとってはどのような課題があると言えますか。価格だけで比較されない付加価値の高いという商品を生み出して安売りの消耗戦から抜け出すことができるのかどうか、まあ、古くて新しい難題は依然残ると言えそうですね。ということで本日は東洋経済オンラインより飲料メーカー空前値上げラッシュに漂う温度差をテーマに井上雅也記者のレポートをお伝えしました。気になった方はぜひ概要欄のリンクからチェックしてみてください。